はい、こんにちは。リアルボディダイエットファイナル。はい、ということで、リアルボディダイエット今日でファイナルです。っていうのは、リアルボディダイエットは毎週週末日曜日に録画してるんですけれども、本当はね、金曜日最後の17週はコンテストが土曜日にあるので、それの前日の金曜日に撮影して、17週で終わりにしようかと思ったんですが、水抜き、塩抜き、あと塩抜きもちょっと、最後完璧に塩の塩分をカットするとか、ナトリウムをカットするっていうような感じとかではないんですけども、まあ、そのような調整が入ってくるので、今日でファイナルという形を取りたいと思います。まあ、早速ね、体重を測っていきたいと思います。はい、体重 65.9 ですね。はい、体重 65.9kg です。じゃあ、先に比較写真いきましょう。こんな感じになっております。リアルボディダイエット終わりを迎えることになりました。今までの、体の記録、一応ほぼ毎日体を写真でまた収めてるので、それを今回またつなぎ合わせて1枚の動画にしようと思ってますので、楽しみにしておいてください。はい、あまり無理のないダイエット、ボディメイクっていうのをテーマに、リアルボディダイエットっていうのを始めたんですけれども、まあ、やっぱり継続は力なりというか、やっぱりやり続ければ変わるので、やり続けるのもやっぱり自分にストレスがかかるとか、自分のもう許容範囲を超えてしまうぐらいのことをやるっていうのは、やっぱり継続はできないし、続かないっていう考えの自分は持ち主なので、自分ができる範囲でもいい。じゃあもう極端なことを言うと、すごい、ね、太っちょの人、1日10回腹筋するだけでもやっぱり変わってくる。それは何が変わってくるかって、1日10回ずっと腹筋を毎日やり続けて、もう体はほんのちょっとしか、すごいスローペースでしか変わらないかもしれないけど、意識が変わってくるから、1日10回以上のこと、それプラスアルファのことをやろうという気持ちにはなると自分は思います。で、まあ、けどそうなった時に、まあ、続けられる範囲で続けていくってことが大事だと思うので、1週間で5キロ、1週間で何キロ痩せるとか、ね、まあ、そういうのも作戦とかやり方としてはあるんですけれども、やっぱりそういうのっていうのはやっぱりリバウンドしやすいものなので、しっかりと継続して、まあ、ストレスのかからないようなボディメイクとかダイエットを続けていくってことが大事です。でそれを、例えばケトジェニックダイエットが合う人もいるし、まあ、ローファットダイエットとか PFC バランスをしっかりとこう考える人もいるし、カロリーだけでとりあえずやりたいっていう人もいるし、あとお酒を飲む人もいるし、いっぱいいろんな人がいるし、いろんな生活習慣があって、いろんなライフスタイルがあるから、あの一概にボディメイクとかダイエット、あと筋トレもそうだし、何がいいっていうものはないと思ってるんで、自分に合うもので、自分が継続しやすくてストレスをだとあまり思わないようなものを見つけることを大事だと思ってます。はい、ということで、リアルボディダイエット、今までこういう感じでやってきたんですけれども、ご視聴ありがとうございます。はい、これからもいろんなことをやっていきますので、よろしくお願いします。それでは。